こんにちは、タビマスです。今回は群馬県前橋市にあるアングラーズエリアフックさんをご紹介するよ。この日はあいにくの雨、途中霧が出たり寒い一日だったんだけれど、雨の中の釣りもいいよね。早速釣り場と施設をご紹介するね。アングラーズエリアフックは赤城の森に囲まれていて盆地になっているので風の影響を受けにくいんだって。また豊富な地下水を使っているので一年中釣りができるんだよ。ゴンドラ2つ、こちらは1号池、ルアーとフライどっちもできるポンドだよ。水は割とクリアで、お魚の動きは上からよく見えました。2号池はルアー専用のポンドだよ。1号池と比べると少し小さめで、水はまっいい。ポンドが2つあるから移動して楽しめるのもいいよね。受付はログハウス風の建物になっていて、中で休憩もできるよ。周りは森に囲まれているからとっても静かで、まるでリゾートみたいな素敵な環境で釣りができるんだ。あとレンタルのネットがあったり、灰皿やゴミ入れを貸してくれたり、釣り場もとても綺麗で気持ちよく釣りができるよ。釣りももちろんだけれども、環境がいいからのんびりテラスからポンドを眺めているだけでも楽しいよね。あー、猫さん見つかった。さてさて、それでは釣りスタート。ご主人頑張ってね。もちろん楽しかったけど、ロケーションがとっても素敵な釣り場だったので、次は天気のいい日に行ってみたいな。それでは今回はここまで。
またね、バイバイ。